ください。第11レースで JRA 通算800勝を達成しました松岡正美騎手です。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。それでは JRA 松岡競馬場に年金の贈呈がございます。プレゼンターは愛川翔様です。お願いします。それでは松岡騎手にお話を伺います。発表賞達成です。今のお気持ちから松田をお聞かせください。最初ね、一生懸命に参加で、すごく嬉しくなります。相川翔さんからのプレゼントの贈呈ですが、いかがですか？そうですね、こっちの方が緊張しちゃって申し訳なさもあって、でも本当ありがとうございます。800勝というこの記録に対してはどのような感想をお持ちですか？そうですね、若い時で随分楽しみもあったんですけどね、最近あんまり思うようになってなくて、まあ、自分なりの、ね、道を歩みにしていたので、その800に対する、ね、自分 その道のりっていうには嘘をついてこなかったので、自分に心得するだと思います。そしてこの札幌ではこれが9勝目ということになりました。この夏の札幌での、ご自身どのように振り返られますか？そうですね、いい結果を、ね、出した馬もいましたし、そうでない馬もいたので、特に9勝という出来にはなと思いますね。しかしこの11レース、今日の札幌の最終日のメイン競争を勝っていい締めくくりになったのではないかと思うんですが、そのあたりはいかがですか？そうですね、常にチャンスをいただいている馬ですしね、馬主さんもすごくよくしてくれるので、なんとか結果出したいと思ったので嬉しいです。レースは積極的に動いてきましたね。はい、長くね、いい足使いの馬の長所もね、そこを生かすようになりました。直線では後ろが詰まってきていましたが、手応えはどうだったんですか？そうですね、本当に垂れない馬なんでね、なんとかしのいでくれるように。まあ、これで夏競馬は、まあ、あと1レースということになりましたですけれども、秋に向けていかがですか？どんな思いを抱いていらっしゃいますか？そうですね、札幌ね、すごく楽しくてね、夜飲みすぎてばっかだったんですけど、秋は真面目に競馬乗りたいと思います。大勢のファンの皆様が皆さんに集まってくださっています。ファンの皆様にメッセージをお願いします。そうですね、まあ、若い時にいっぱい勝ってね、注目されてたんですけども、最近あまり勝てなくなってね、まあ、自分でも何やってんだって感じしてるんで、もうちょっと頑張りたいと思います。よろしくお願いします。松岡正美騎手にもう一度大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。6番、9番、2万9650円、馬番6番、9番、4万2650円。